栗を植えてみよう。栗の木が増えればも、はい、っといっぱい栗が取れるぞ。そして森に冬がやってきました。鳥たちは一生懸命森に食べ物。いはい。またヒント二です <laughs>、えー。まあ今ね、あのそうだね、栗をね森に植えようということで彼は考えたわけですよね。 で、これは何かっていうとですね、キーワード何でしょうか収入と支出と収入を増やして支出は一定でも、あの、あ、ごめんなさい、間違えてません。資産は増えるんですね。で、何かっていうと、あの、ディスカウントキャッシュローっていう物事の考え方があります。で、これ何かっていうと、現在のお金が1000万あるとしますよね。で、10年後にですね、その、おね、えー、将来のお金が1000万だとします。 で、この間に、例えば銀行に預けたとすると、過去10年前の提供金って0.02%ですよね。で、今0.01%でしょっていうことになってますから、あのー、過去の10年前よりも利,、えー、利息は少なくなってます。で、えー、でも過去の10年前に1000万円を提供金に入れとくとたとすれば、ここでですね、10年後にはですね、えっ、ー、とー、12万18円。2万18円ですよ。<laughs> ちょっとお寿司食べ行けないいくらいの感じですよ、ねでえー、まあそれくらいの付加価値しかつかないっていうことですで皆さんがその何かこう投資をすると時に自分の持ってる投資の利回りが何パーセントなんですかってことなんですよで皆さんが例えばあねえっ、ー、といわゆる、えー、定期預金にしかあお金を入れるすべしかなかったといった場合は これをハードルレートって言います。皆さんのハードルレートは0.02%なんですね。で、これを超えないと、要するに、えー、その投資の価値がないってこと。で、だけど、この0.02%の、要するに、利息だと、10年後に2万18円しかつかない。で、じゃ例えば仮にね、 今ね、安倍政権でインフレ率2%を目指しましょうなんて言ってるわけですよね。実際に2%のインフレ率が起きるとどうなるかっていうと、現在の1000万円のお金は、1219万円になるんですねつ。つまり、あの、10年間このお金をですね、えー、このインフレの社会に放置しておくと、ね、10年後には1219万円なければ、イコールじゃないっていう。 物事の考え方なんですよ。だからあ、例えばインフレが、あーね、今は1%くらいで収まってますけども、要するに2%になればあですね、えー、この銀行に預けて、ねえー、いた場合、えー、先ほどは2万円くらいしかつかなかったわけだから、あのこの段階で、えー、200、ね、1219万円なきゃいけないんだから、 2万円と比較したらですね、217円損したっていう物事の考え方を持たないとダメだということ。これがね、日本の教育の中で欠落してます。だから、みんな銀行にお金預けるでしょで、なんで銀行にお金預けるかっていうと、このお金は、要するに金融機関がですね、あ、これ後ほど説明しますね。あのーえー、極めてその日銀に対して都合がいいからです。 うん、だから、逆に言うと、皆さんに対して、えー、都合のいい政策として、この教育をしないっていうこと。ねまあ、これがまず一つあります。で、えー、じゃあ、このお金を作るステ,ステップなんですけども、まあ、例えば年収が500万で生活費が400万だと、まあ、100万円が残りますよね、と。1年間に、ね。先ほどの収入と支出の差ですよね。じゃあ、年間、年収が100万上がって、600万になったとします。 で、この際に400万だったら200万ですけども、生活費を300万に抑えたとすれば、300万円できるわけですよね。で、さらに、この600万円の年収が800万円に上がったときに、生活費を上げなければ、年間500万円、あの、貯蓄として回るんですよ。で、こいつをどうするかというと、あの、収入から支出を引いた、資金を投資に回して10、10%の利回りで回せたとすれば、 年間10万円ですよね。ところが、これを先ほどのような形の、いわゆる福利で、10年間ですね、10%で運用できたとすれば、10万円はですね、二25万9374円になるんですよ。で、じゃあ300万円を、で、え、10%で30万ですよね。で、この30万円を10年間で10%で回すと、え、十7万8122円になります。同じように、 今度500万円の10%を、で運用できたとすれば、その利息の分だけだよね。で、これをさらに、その、利で回せば、あですね、10年間では129万6千になるんですよ。っていうふうに考えたときに、収入から支出を引いたお金の差が資産に回るわけですよね。で、この資産をどのようにして回すかによって、えー、結果が、あの、大きく異なってきますよってことなんですよ。 で、僕はあのね、えっ、ー、と、たまたま学生時代に起業してたんで、えっ、ー、と、当時、えー、年収800万くらい、学生時代で取ってたんですね。で、だけど、使うもんないんですよ。なんでかっていうと、僕、夜学に通ってたから、で夜のコンピューターの学校に通ってて、えー、昼間はもう朝、昼間ではないね、朝、 ああ、もう、4時くらいから仕事について、で、夜7時まで働いて、7時から学校に行って、で、寝るのはいつも時12時くらいまで,で。ね、っていうことだったから、あの、えっと、1週間そんな感じでしょで、土曜日、日曜日も仕事があったりする,するわけだよね。で、たまに休みしったって使う分量本当に高くして言ってますよ。思いっきり遊んだところで、ね、1人5万円1日使うったら大変な感じでしたよ。だから、ある意味では、お金貯まる一方になっちゃった。 だから、その貯まったお金をどうしたかっていうとですね、えー、当時は車大好きだったんで、車3台持ってました。で、オートバイもね、まあ、訴え方しましたけど、えー、7台、えー、持ってて、常時3台くらい家にあったんですよ。で、あの、くだらないですよ。あの、山登りしたいから山登り用のオートバイ買う。て <laughs> ね、そんなノリですから、ね。で、このロードレーサー欲しいから、ロードレースね、えー、を買うとか。 そんなことやってたのね。だけど、はたとこの不動産業界に転嫁したときに、あ、転職したときにね、あ、こんなバカなことやってちゃダメだと思ったんですよで。で、結局全部売りました。で、車1台にして、で、その車14年間乗ってましたよ。うん。で、えー、ですから、あね、あの、稼ぎも増えたら、生活費それほど上げずに、えー、貯まったお金は不動産に回す。ずっとこれやってました。 で、あの、えっと、まあ、後ほど説明しますけども、株式もやったんだけど、株はね、あの、これはダメだと思った。なんでかと,と、ちょうどね、そのバブルの、おね、えー、直前に株を始めたんですよ。とね、親から200万くらい借りて、えー、運用してたんだけど、月にね、20万とか30万とかになっちゃうわけ。で、当時僕の給料20万とか30万だから、ね、あのー、その、えっ、ー、と、収入がさ、 給料以上になっちゃうわけじゃん。そどうせ、当然そっちに意識が行くよね。そ夜短波聞いてさ、明日ここにかけようぜ、みたいな、ことを繰り返すわけだよね。今みたいなネットの環境がないんで、もう短保をね、受信して、投資方針から決めてみたと、やったわけだよね。で、でも、6回ずつやめたね。なんでかつうと、ちょっと本業に差し障るなと思ったんで、で、株はやめました。だから、結果的にね、あの、おけがしなかったけど、まあ結果的に良かったなと思いますね。 で、金の先物もやりましたけど、まあ、これもめんどくさいからね、あの、現物引いちゃったんで、あの、金も、の先物もやめました。まだ、ですから今はもう不動産の投資しかやってない、えー、ですね。あともう一つは、自分の会社に投資して、会社成長させて、そこから役員報酬取る。みたいなことをやってますね。ですから、ま、そんなような形で、資金運用ですね。まあ、こういう形にできてくれば、あ結構ですね、えー、良くなるのと、あと信用創造っていうのが大事です。ですから、 あのー、所得が上がると信用力つきますよねで。で、当然だけども不動産持ってると担保力があるから信用力つきますよね。そう、銀行の信用力つくと金利が安くなりますよね。投資がしやすくなりますよねってことなんですよ。で、一番怖いのは先ほどの借入れ金なんですよ。あのー、要するに、えー、今、うちの社員で住宅っていうか不動産投資を始めたいっていうやつがいて、で、えーそ、それがですね、 実は不動産投資できないんですよ。で、なんでかって言ったら、あの、ちょっとした、その、と、電化製品のところで業者と揉めて、で、金払わなかった。でも最後は払ったんだよ。ところがブラックになっちゃう。ね。だから、あ、えー、の、まだ銀行の信用情報がクリアされてないから、まあ、年収は400万超えてるんだけど、住宅ローン、あ、えー、投資用のローンがつかないんですよ。ってことは、ね、信用創造っていうのは、 資産が増えるだけじゃダメなんですよ。あの、金、あの、金融機関の支払いも、えっ、ー、と、固定資産税も、すべて、ピチピチと払っておかないと、信用が繋がってこないってこと。だから、これはね、きっちりやんないとダメですね、と。で、結構子供たちって安易にね、物事考えちゃうんで、えー、当然だけどもね、電化製品が不良品なんだから、 ね、要するに、えー、ね、直すまで叶われないな、っていう,いう理屈でやっちゃったがために、えー、ね、そのいたずらに自分の信用に気づいちゃうと、もう5年や6年はもう使えなくなりますので、まあ、そこは気をつけなきゃいけないなと。なんで、えー、まあ、そういう面では、この信用創造ってことが重要だってことが言えます。で、えー、稼ぐお金を増やして支出を減らす。まあ、そして貯めたお金はあ投資に回しますっていうことなんですね。で、次に行きます。 話の内容と絵本の内容と合ってますか <laughs> ちょっと待ってね。